ジャンガレアッツオ・ビスコンティは、初代ミラノ公ガレアッツオ・ビスコンティ2世とビアンカ・ディ・サボイアとの間に、生まれた。1395年に、ミラノ公となり、息子は後を継いだジョバンニ・マリー・アビスコンティと、フィリッポ・マリー・アビスコンティなどがいた。1378年、父の死により、ミラノ公国の西半分の所領を受け継いだ。東半分はこの時父の弟、 ベルナボが継ぐこととなったが、彼は支配領で戦争を繰り広げたため、1385年に、ジャンによって、幽閉、暗殺され、ジャンは、正式に、ミラノをすべて引き継ぐこととなった。以後は、ロンバルディア地方への勢力拡大に乗り出した。そして1387年には、ベローナ、1399年には、ピサシエナ、そして1402年には、 ボローニャを相次いで征服したのである。さらに、価格を高めるため、豊富な資金を当時の新聖ローマ皇帝ベンツェルに献上して、引き換えに帝国諸皇の身分を買い取った。1395年には、ミラノ公パビア博に任じられ、正式にミラノ公国を成立させた。ジャンの知性は軍事を重点に置いたため、軍費による多大な出費などから圧政を仕飾るを、 えなかったが、ミラノは当時、死の病と呼ばれたペストの被害が極度に少なく、また、ジャン自身が文芸保護を推進し、ミラノ大聖堂を建築するなどの文化面の発展に尽くしたため、彼の知性の下でミラノは大いに発展することとなったのである。しかし、ロンバルディアをほぼ征服した中で唯一、フィレンツェとは二度の戦いに敗れ、同時だけはどうしても支配できなかった。 このため、ジャンは1402年に3度目の遠征を計画したが、その遠征前に、ペストにかかって休止した。ジャンの征服事業の多くが成功した背景には、彼が傭兵を金で雇って、兵能分離を行っていたからである。つまり、彼は当時では、解明的で、先進的な独裁君主であった。また野心家でもあり、カエサルの再来を辞任したジャンは、フィレンツェ征服後に、 イタリア王位に即位しようと、即位に備えて王冠と鈴を用意していたと言われているほどである。1360年に、フランス王ジャン2世の娘イザベルと結婚し、以下の子を設けた。1380年に、叔父のベルナボ・ビスコンティの娘カテリーナと結婚し、以下の子を設けた。他に少子がいる。ありがとうございます。